眼科医の平松です。今日はいただいた質問で、網膜光凝固術、目のレーザーってどんな感じなんですか、受けるときってことのご質問いただいたんでお答えしようと思います。いただいた質問です。今度糖尿病網膜症の網膜光凝固術を両目で受けることになりまして、手術方法がわからないのですが、ベッドに寝っ転がってまぶたが閉じないように器具で固定されるんでしょうか。目の真ん中にレーザー当てないけど、目をずらしてレーザー当たると視力が落ちるから気をつけてくださいと言われてるんですが、実際そうなんでしょうかってご質問いただきました。基本的には寝っ転がってやるのは非常に稀ですね。座って顎乗せてコンタクトレンズみたいの乗せて光をピーって入れてやるっていうのが一般的だと思います。結構ズンという感じのこう重い感じ、鈍痛がするのが一般的な感じですね。で、1回で終わるっていうよりは何回かに分けることが糖尿病網膜症の場合は多いです。網膜裂孔とかね、穴とかの場合はちょっと1回で終わることが多いかなっていうふうに思いますね。で、真ん中に当たると、視力が下がっちゃうというのは事実で、そうじゃないところにレーザーしてても目をギュルッと動かしたり顔をギュルッと動かすとそっちに当たっちゃうから変に動かないでねっていうのは現実事実ですね。まあそんなに動く人多くないですけど、たまにすごく動く人がいるんで、まあ、ちょっと注意していただければと思います。もうこんな感じで疑問質問ありましたらコメント欄に書いてください。またチャンネル登録、ベルマークもよろしくお願いします。